こんにちは、くです。今日のテーマは、ヨックさんゲーム界でプレイしたシンギュラリティのプレイレポートになります。 はい。それでは、シングラリティのプレイレポートということで、えー、この間3人プレイ行いましたんで、そちらのレポートという形でやってみたいと思います。あの、このゲームのね、紹介動画自体は以前出しているので、えー、まだ、えー、見られてない方はですね、そちらの方から見ていただければと思います。概要欄にリンクの方は貼っておきます。えー、ヨップさん、タムさん、私の3人でプレイしたんですけど、私は珍しく3番ということで、収入6スタート。 このゲームは、あの、傾斜が非常にきついので、3番手ってことは一番、まあ多くの傾斜がもらえるんですけど、1番手だと収入4、2番手5、3番手6ということで、収入が1ずつ上がっているという形になります。そして、先手番がなんで有利かっていうと、ここに書いてある3つあるんですけど、まずはマイルストーンで先着できると。それから終了フラグが立った時の 手番問題、それから資源の購入という3つにメリットがあります。こちら順番に見ていきたいと思うんですけど、3番手でなんで不利になるかっていうと、それが初期のマイルストーンになりますが、まあいろいろマイルストーンここに並んではいるんですけど、まあ1番手は自分が欲しいと思うのを確実に 選ぶことができます。で、2番手もそれに追随することができるので、えー、3番手は1番手、2番手が選んだ両方とも同じものを選ばれてしまうと、もうそのマイルストーンは取れないということになります。だから違う道を歩まざるを得ないという場合になりがちだと。これが1個目の理由です。で、2番目が終了フラグなんですけど、誰かが AI レベル5に達成した時に終了フラグが 立つんですが、そうなった時にそのフラグを切った人以外が行って行うことができるんですけどそのルールのために先手番の人っていうのはまあ、自分がフラグ切った時には同じなんだけど、自分以外がフラグ切った時にはもう一回手番が回ってくるんで行って多くできるぞという可能性があるので先手番有利だと言えます。で、3つ目が 資源の購入なんですけど、ゲーム開始するときには各プレイヤーは工場を持ってませんので、工場を持ってないっていうことは資源を生産することができない。で、生産することができなければ市場から欲しければ買うということになるんですけども、そうなった場合、買えば価格上がるので、ご手番は不利になりがちだよねと。もちろん、 先手番が売ったら安く買えるやんけっていうことは言えるんですけどだいたい先手番の逆張りをするパターンっていうのはなかなか難しいかなと思っていて先手番が買ったら価格が上がるから売りましょうとか先手番が売ったら安いから買いましょうっていうのはなかなか難しいのかなと思うんでそこが不利な理由かなと思いますそしてアイデアカードのドラフトになりますけどこれが一番初めに獲得したアイデアカード7枚に なるんですけども、ポイントとしては収入が増えるものを中心に選んだと。収入っていうのは各ラウンドの基礎的な現金収入であるとともに最終的な VP にもなるので収入は高めたいよねということで、これを多めに取ったのと、まあ、あとは技術ですよねと。技術ってそもそもアイデアカード出すのに揃ってないと出せないんで、まあ、どっかで技術を 獲得しないといけないんだけど、必ずしも自分で出す必要はなくて、他人が出してくれればそれで構わないんですが、当然技術出すときって自分が多く持ってるものを出すと思うんで、どれかの技術を多めに取っておけば、え自分が一回技術あげれば、そのカードはプレイできるんで、まあ私はこの量子コンピューティング技術を多めに取ったと。7枚中5枚あるんで、 自分がこの技術を出せば5回分はしのげるよねというのがあってまあ量子コンピューティングを中心に選んでいったんだけど結果的には廃着だったと。廃着の原因っていうのをここに5つ挙げてるんですけど、まあ、まずはさっき言ったように収入カードを取れすぎたと。それから効率化3兄弟に一貫性がなかった。 効率化3兄弟っていうのは流通の効率化、人事の効率化、会計の効率化の3枚。これ独占したんですけどね。あ,あまり良くなかったと。と VP カードが少なすぎたと。全部の中で 6VP になりますけど、まあ他の人はそうじゃなかったと。とファーストピックのカードがプレイできなかった。あと現金を軽視しすぎたっていうのがあります。これも順番に見ていきたいと思います。まずは収入カードにこだわりすぎたということで、7枚中5枚が収入を売るカードであり、 いかにもバランスを書いた。この VP カードが少なすぎた裏返しになると思うんですけど、それだけ収入カードを取れば VP を取るカードも少なくなるし、現金を取るカードも少なくなると。 で、相対的に収入ばっかりに偏ることになっちゃったよというのが一つ目になります。で、二番目の効率化三兄弟に一貫性がなかったっていうところなんですけど、効率化カードってそれぞれターン終了時に何かの条件に合致していれば収入をもらえるという効果になっているので、一回こっきりじゃないと。他のやつって大体ゲーム終了時に何かとか、このカードを出した時に収入が、 っていうものが多いんですが、効率化シリーズって、ターン終了時にもらえるから、ターンが多ければ多いほど恩恵を享受すると。展開が長引けば長引くほどえ、有利になる効果のカードと言えますと。持久戦向きというか、モノポリで言えばグリーンのカードみたいな、そういった効果なんだけども、この反面、えー、早い展開になると不利だよねと。で、重すぎると。 マジックで言えば、アラジンランプを出して、よっしゃーこれで、毎ターン、手札いっぱい増えるぜ、みたいな感じなんだけども。いや、そんなカード使える間にゲーム終わってますぜ、みたいな。そんな、まあ、要はそういうところがあると。えー、その効果自体は何やねんっていうと、流通の効率化は、在庫上限が6、8、10なら収入が上がると。 それから、右端は自分の開発している技術の数が234。で、真ん中が労働者の数が7421ということで、いずれにしても簡単に増えるようなものではない。と。 特に流通と会計のやつって、片や在庫上限を上げたら、片や技術を上げたらってことなんで、技術をガンガン上げていけば在庫は上がらんし、在庫をガンガン上げていけば技術が上がらんということで、もうどっちつかずというか、結局選んだ方の逆はその効果を享受できないことになります。で、両方上げたら結局もらえる収入も少ないまんまなんで、どっちかだけでよかったと。このカードを両方選ぶ意味が なかったよね、と。意味のないカードだったと。もう完全に悪手ですよね。逆の効果のカードを取ってんだからね。これはあの、選ぶ時にはそこまで深く考えてなくて、お、お、なんか収入増えるやんけ、みたいな。ターン終了時、オッケーオッケー、みたいな取ってるから、こういうことになるんだけど。まあ、浅はかだったと、言うしかないよね、と。あと、労働者の数によって収入が得られる効果っていうのもゲームの趣旨に反しており、オールド企業そのものになってしまったっていうところが、最後の行に集約、 してると思うんだけどもこの人事の効率化の効果を得ようと思ったら労働者をいっぱい雇わないといけないんだけれどもこのゲームってそもそもゲームの終了条件は 工場から人が全部いなくなって、それがシンギュラリティだみたいなゲームなわけですから、人が多い状態っていうのはそもそもよろしくないよと。人が多かったら給料がいっぱいかかって儲かんないから、とにかく効率化して、ロボット導入して、人を減らして機械化していくんだと。で、気がつけば人がいなくなった。 ああ、それがゲーム終了だ、みたいな展開なわけですから、人が多くていいわけがないのに、このカードの効果に、えー、釣られて、ゲームのテーマに反するカードをそもそも選んでしまった。トラップカードですよね、これは。完全に。ということで、えー、そういう選んじゃいけないものを2枚も選べばですね、それは勝てんわなと。それがあったと。範囲はす全てと言ってもいいかなと思うんですけどね、結局。 えー、それのしわ寄せがここに来ていて、VP カードが少なすぎたよということで、私の場合この2枚出したところで6点なんだけど、右側はこれヨックさんがプレイしたカードだけども、これあと1枚何持ってるのかわかんないけど、この6枚出してる段階でも 16VP あるんで、私よりも10点違うよと。その差は歴然だよねと。もうちゃんとこういう一貫したというか、こういうの集めるんだというのをちゃんと集めてプレイできてるのが、もうすごいよねと。 いうところになります。4番目。これもひどいよね。ファーストピックがプレイできてないってことで、これも浅はかだっていうことなんだけど、収入後を得るからええやんけーってことで、初めの七枚何だったかっていうのをもう覚えてないからわかんないんですけど、もういきなり収入後に飛びついて取ったものの、この時はね、大容量通信技術とかっていうのが手札に全然なかったんで、これ揃えられるかなみたいな不安はあったんだけど、自分のとこになかったらなかったで他人がいっぱい 持ってるんだろうから先にプレイしてくれればいいよねぐらいにしか持ってなかったんだけど結局誰も自分には回ってこないし他人にもあんまなかったのが誰も開発してくれなかったんで結局このカードを出すタイミングを意識してしまったと。 確か、タマさんが終わりの方にプレイしたんで、よっしゃ出せるぜと思ったんだけども、その頃にはですね、今更収入後を得てどうしますのみたいな展開になっていて、結局出せずじまいに終わったということがもうひどかったよね。と。初めはもっと出しやすいカードにするか、えー、だったと思うんだけども、結局行かせんかったと。初めからこれ取ってもしょうがないよね。と。 いうのがもう。大体好きだけど下手なんですね、私ね。ドラフトが。センスなかったね。だから現金を軽視しすぎたということで、まあ、現金カードこの2枚。この2枚を取ること自体は、まあ、バランス的にもちょうどいいのかとは思うんですけどね。5枚、7枚中2枚だから。だったんだけど、このゲーム私途中まで自動運転車がフル稼働でお金いっぱいあったんで、現金意味ないよね、みたいな。 感じでは思っていたから、特に現金をもらいたいという意味というよりかはもう VP もらえるからもしゃあないで出しとくかぐらいの軽い気持ちでカードプレイしてたんだけど、無造作にカードを出してたんだけども、後でですね、現金足らんやんけっていうことが出てきて、あ、今出せやーっていうのを後から痛感したということで、まあ、今まで上げたような失敗をやらかしまくったということでは勝てんよね、あと。ドラフトの降雪まあ、プレイングも広かったけども、 そもそものドラフトが広かったねというのがあります。で、ここからはどんな感じでプレイしていくかっていうところも踏まえてなんですけど、そもそも論でいくと、やはり始め進めるのはマイルストーンの獲得に沿ってやっていくことになると思うんですが、まず取るのが資源系のマイルストーンでしょうと。 で、このゲームは安定的に収入を得るためには製品を作っていくことになるんですけども、その製品を作るためにはリソース、インプットとなるリソースを投入しないと製品が作れないよと。 ということで、作ろうと思ってる製品にちなんだ資源を取っていく必要があるよねということなんですけど、この2種類の資源の効果としては、IC 工場の建設マイルストーンを取ると、IC を売るたびに2ドル。で、FRP 工場の建設を立てると、今後工場を建設するたびに4ドル。 いう効果があります。まあ私はあの、オールドエコノミーに突っ走るから、この FRP 工場の効果に惹かれて、これに傾倒していくんだけども、これもいかんかったんですけどね。そして、製品券マイルストーンの方ですけども、モバイル端末工場以外は AI レベルが必要になるので、まずはモバイル端末工場を狙いたいと。 あの、モバイル端末工場って AI レベルいらないけども、自動運転車とかそれ以降のやつはみんな AI レベルがいるんで、AI なくても建てれるっていう意味ではモバイル端末工場になります。なので、ヨックさん、タマさんはモバイル端末工場の建設を先に行いました。で、効果で収入2が得られるので、それも非常にいいよねと。と工場を建てると収入が大幅に 減ってしまうんで、収入が減ると、マイラウンドの基礎的な収入がガボッと減っちゃうんだけども、ここで収入2を得られるっていうことで、減りを軽減することができるということで、まあ真っ先にみんな選ぶでしょうという感じにはなりますね、このマイルストーンが。なので、タマさんもヨックさんもこれをパシパシっと取る展開になったので、もう私はモバイル端末工場が建てれない。 じゃあ、その次行くしかないやんけっていうことで私は自動運転工場を目指すんだけども、自動運転車工場は AI レベルが1以上いるから、すぐには立てれないよと。えー、自動運転車工場の効果としては在庫上限まで FRP を獲得できるものになってます。 ということで、まあ、第一ターンの動きとしては、奥さん、玉さんがモバイル工場に行ったから、しゃーないので、自動運転車工場を狙ったけども、AI レベルが届かないから、必要なリソースを取るべく、ここ FRP がいっぱいいるんで、FRP 工場と IC 工場を建設したと。ここに必要な 3FRP を賄おうとすると、FRP 工場2件建てないといけないんで、とりあえず FRP 工場と IC 工場両方建てて、 早く自動運転車工場のコストが賄えるようにしないといかんというところになります。FRP 工場のメリットは、工場を建設するたびに4ドル入ってくるので、これはいっぱい人を雇うと収入がもらえるっていう効果のアイデアカードがあったんで、あれとも一応あった作戦だと。実際はそれがダメなんだけれども、この段階ではとにかく人増やすんじゃあというコンセプトでやりたかったので、それで進めると。 そして、FRP 工場を建てると、これ FRP 工場、ちょっと間違えとるな。自動運転車工場の効果で FRP を上限まで増やせるんで、自動運転車工場ね。在庫の上限を FRP 補充してくれるから、在庫数を増やしておけば、在庫ゲージがぎゅーっとマックスまでチャージされるんで、それは在庫上げといた方がお得やろうという効果になっている。で、在庫の増減もアイデアカードの効果に、 あるんで、これはあっとるよねと。在庫上限が増やすと、6になればそこで収入1確保できるから、少なくても毎ターン収入は1上がると。で、さっきの人を増やせばっていうのも、7人いれば、とにかく収入1はもらえると。だから最低ゲージまでは早く上げたいよというので進めていましたね。で、在庫を上げるためには AI レベルを上げないとボーナス取れないんで、もう、えー、すぐ AI レベルを上げに行ったと。 この段階では AI 先行できとったんですけどね。で、第3ターンに、まあもともと在庫を増やそうと思って進めてたんだけども、よくよく考えると、技術の方がええかと。もうちょっとここは迷いました。というのも私が量子コンピューター、量子コンピューター、量子コンピューターってとにかく量子コンピューターのカードをいっぱい持っとるんで、早くこいつを上げないと在庫を上げてもボーナスもらえんやんというのがあったんで、 こっち先かなと思ったんだけども、でもいずれにさって在庫上げないと効果もらえないんだから、やっぱ在庫やろうということで在庫上げを行いました。もちろんアクション数も上げたいんで、非常に悩みは尽きないんだけども、先着1名以外は結局 AI レベルは4までしか上げられないから、って考えると結局自分に AI レベル上げるチャンスは4回しかないので、この選択っていうのは非常に重要なもんなんだよと。 いうところではあります。強行して結局在庫数を上げたと。他の人からは驚きの声があって書いてますが、普通そうですよね。やっぱりアクション数は正義だよねっていうことでアクション数を上げるか、技術持ってないとカード出せないから技術だよねってどっちか上げるんだろうなっていうところで在庫数ビシって上げたんで、マジっすかーみたいな他者からの反応がありました。そして次の第4ターンは AI レベルも上がって在庫数も6になったんで、 これでようやく自動運転車工場が建てられるということになりました。で、FRP 工場の特色としては、工場を建てるたびに4ドル入るので、いっぱい工場を建てる経営には向いてると。アイデアカードとも相性はいい。で、工場をぶっ立てて労働者をいっぱい雇用し、この段階では、いきなりステーキの一ノ瀬元社長ばりの多店舗経営じゃないけど、高く経営というか、大規模工場。 を立てる作戦でここは行きましたそして、工場をとにかくガンガン建てていけば、リソースもいっぱい出てくるし、自動運転車工場もリソースが余裕出てきたし、自動運転車工場を増設するか、ここで2軒目ですね。ここを建てたと。もう FRP ガンガンガンと6あるから、よいしょ、もうこれで自動車運転車工場2軒目だぜっていうのを安易にやったんだけども、これがもう敗因でしたね。 この自動運転車工場の増設の何がいかんかったかっていうところなんですけど、非常にこれは罪深くて、将棋で言えば、もうここ世に近い大悪手だったかなと思っています。まあ当然ね、増設したのは収入がもちろん伸びるんで、あの経営としては当然楽になるんですけども、ここに書いてあるようにですね、 こっちが自動運転車工場なんか増設してる間に、ヨックさんは着々と AI 開発をしとったわけですね。なので気がつけば AI 開発で先を越されてしまったと。そもそも AI レベル1を開発したのはこっちなのにと。で、ヨックさんは少数性の効率化系。だから工場も無理に立てず、人も少なく、非常に筋肉質の体制をとっとったわけですね。もうここで。 で、私はそうじゃなくて、工場いっぱい建てたら工場安くなるし、で、人が増えれば収入が増えるからっていう、その効果をもらいたいがために、非常に人をいっぱい雇う古い体質をしておったと。ただ、この段階ではまだ、いや、金儲かってるし、いいじゃん、だったんだけど、このヨックさんの AI 開発で抜かれた。 っていう事実で、あれちょっと待てよと、と思い始めてしまったと。これあかんわ。で、あの、俺も AI 投資せなってこう気づいて、そちらに舵を切ろうとするんだけども、それがいかに難しいかっていうことを思い知らされるのだったと。いうのがこの2件投資してる図を見ていただきたいんですが、で自動運転車工場っていうのは FRP が3そもそもいりますと。そして、まあ、IC も2個いるから、FRP 工場って3つ立てても6なんで、もう、 FRP を自立ロボットとかアンドロイドとか建てようとしてもですね、FRP はもうないわけですわと。市場から買うしか。そもそももうコスト効率が悪くなっとると。建てたらですね。だから自動運転車工場 FRP 食い虫で在庫に保有している FRP をすべて食い尽くしてしまうと。 で、生産は左優先だから自立ロボット工場を建てても FRP ないので、FRP は買うしかないわ。さらに、在庫も今6なんで、自立ロボットとかアンドロイドを建てようと思ったら、在庫を上げるしかないという絶望的な自律に気づくと。もっと早く別れよっていう話なんですけど。うわ、もうあかんやん。建てられへんやん。 で、僕が騒いだら他の二人がニヤリみたいな気づいたのねみたいなね知らぬは私ばかりなりみたいな状況になっとったと。で、まあ落ち込んでばかりもいられないんでまあやるべきことはやるしかないということで AI 投資していくんだけどまあやはりアクション数増やすしかないから在庫上限 上げた後はアクション数を上げて、その次に量子コンピューターを上げていくんだけど、量子コンピューターは在庫上げをしなくても、在庫上限って初め4だから 4×12 点取れるんで、ここのボーナス点と同じ効果が、 得られると。さらに収入3も得られるから、全然関係なくても量子コンピューターっていうのは欲しい技術なのかなとは思ってます。とはいえみんなまず自分のカードに関連するもの出すから、私は後からいいかなと思って3番目に取りましたが、状況によっては先になくても取られる可能性があったかなとは。 まあ思うんだけど、ただとはいえ、アクション数上げれないわけにもいかんし、まあ取られたら取られたりしゃあないんで自分が、あ,あ俺のカード他人が出してくれたんだありがとうって、まあ思ってやるしかないんですけどね、という状況ではあったんですが、 まあなんとか量子コンピューティングは取れたんで、これで 3×18 点は取れるから、まああと在庫上限を上げてもいいしっていうところにはなりましたけどね。でもここから終盤ですわ。AI で先行したヨックさんはもう以降ノンストップで AI 研究をやり続けるだろうなというのはもう見えとったんで、これは終わり早いぞと。 いう感じです。私が初めの方に、効率化3兄弟は、モノポリで言うところのグリーンだよねって話をしたと思うんだけど、ヨックさんがね、もうノンストップで上げていくんだったら、これは展開早いわと。展開早かったら、収入カードが火を吹くこともないわということで、そちらでももうこれあかんなというのがもう見えてきたと。 で、さらにですね、私多くの人員抱えてるから、リストラ、リストラ、ああ、あの、合理化だ、ということで、ロボット導入をやろうとするんだけど、今度は、ロボットの購入コストが負担になってきたと。今までは売るだけでよかったんだけど、ロボットは、あの、買うしかないので、このロボットを買おうと思うと、もう金がかかるという感じです。そして、ここに来て、うわ、金いるやん、というのが見えてきます。 お金いるやんというのをここで気づくわけですね。そうか、ロボット買うためのお金がいるんかといった感じで、いっぱいあったお金というのは、みんなあの工場建設に使ってしまいましたから、いかにそれが自転車創業だったのかと。しかも、金がいるやんということで、まあ、お金がいるのはですね、ロボットの購入費だけではなくてですね、AI の開発にもお金がいるよね、ということに、まあ、遅巻きながら気づくと。 だけども、えー、ロボット導入にばっかり目が行って、えー、や、ようやくお金捻出できた、やれやれ、と思ったらですね、下もたーと、AI か、AI 研究する金があらへんやんけ、ということで、AI 研究をしゃがむことになり、タマさんにも抜かれてしまったと。これは完全にもう、あかんなと。もう、投了投了、形作りをするしかないな、というところになりました。 それでですね、まあ、ヨックさんが予定通りというか、逃げ切りというか、一回もしゃがむことなく、えー、レベル5まで上げ切って終了フラグが切られたと。で、あの、ここでドラマというかですね、ヨックさんは2番手だったんですよね、ということで、このゲームのルールとしてはフラグを切った人以外がプレイできるので、私とタマさんがもう1手プレイできるよと。 まあ、タマさん一番手なんで、ここで一番手のメリットっていうのが、まあ、出てくるんだけども、ま、私はとりあえずやることをやるしかないから、ありがね叩いてリストラして、えー、終了という状態になったんだけども、タマさんがアイデアカード7に到達したんですけど、これはですね、雇ってる労働者の数が一番多いと、10VP 入るというものなんですけど、私がリストラしてしまったために、タマさんがこれで1位になったということで、一気に 10VP、 入ったんですね。で、この 10VP 入ったおかげで、え、ヨックさんを僅差でかわして、えー、タマさんが勝利ということで、タマさんからすれば、もう思いがけない行行ということで、ヨックさんはもう寸でのところで勝利を逃したという感じなんですけども、やっぱり一番って強いよねっていうことなんですけど、ここはね、正直各プレイヤーのターンをやりきるでもいいのかなっていう気はするんですけどね、どうなんですかね。なんとなく、今回の展開を考えるとヨックさんがすごくいい形でプレイしたん で、フラグを切って勝利っていう方がゲームとしてはいい気はしたんだけども、タマさんが僅差で勝ったということで、まあ、最後まで諦めずにプレイしてたっていうところもあると思うんですけどね。 まあ、タマさん、お見事でしたと。ということで、まあ、いずれにしてもヨックさんとタマさんはいい勝負だったけども、私だけもうボロボロだったということなんですけども、非常に好評だった。素晴らしいという声が聞けて、非常に良かったな、というところなんですけども。まあ、なんといっても、ゲームシステムとテーマっていうのが、本当にマッチしてるのが、やっぱりいいんでしょうね。特に時代性にも合ってますね。もう見事なゲームだな、というところなんですけども。さらに、 プレイ時間もそんなに長くないゲームなので、タペストリーとかやることに比べれば全然軽いゲームだと思うんで、まあ、非常に持ってきた甲いがあったと。 いうところなんですけども。まあ、あの、KOHP の作品っていうのは、HP じゃない ?HQ だよ。HQ ね、これ。KOHQ の作品っていうのは、今のところ4作しかないので、ジェームズ・ディーンみたいなもんなんですけど、またね、ゲームマーケットとかで出てくるのかどうかっていうのはわかんないんですけども、とりあえずね、この4作はまた定期的にプレイしていきたいなというのを思いました。ということで、今日はシンギュラリティのプレイレポートをお届けいたしました。はい、以上となります。 えー、やっとチャンネルでは、えー、ゲームの紹介からプレイ動画の方を主に扱ってます。もしこの動画がですね、面白かったとか、えー、ためになったと思っていただければですね、私のモチベーション向上のためにも、えー、いいねボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。さよなら。